全国の中小企業小規模事業者向けの資金繰り支援のために中小企業庁では平成27年度予算案として963.5億円平成26年度補正予算案として1380億円を計上しております。まず資金繰り支援について制度をご説明いたします。資金繰り支援については融資と信用保証の2つの制度がございます。 まず融資についてご説明いたします。日本政策金融公庫や商工組合中央金庫などの政府系金融機関では、さまざまな融資制度をご用意しております。例えば、日本政策金融公庫のセーフティーネット貸付では、業況が悪化している事業者様の資金繰り支援、また新企業育成貸付、企業再生貸付では、創業支援や再生支援を行っております。 また商工組合中央金庫では金融不安が生じた際に資金繰りを円滑化できるように資金の供給を行っております本予算では政策的に金利の引き下げを行っております二つ目に信用保証についてご説明いたします中小企業様が民間金融機関から融資を受ける際に信用保証協会が こちらの融資について保証を行います補償を行うことで万が一貸し倒れが生じた際に信用保証協会が代弁済することを通じて資金繰りの円滑化を図っております本予算では代弁済によって生じた信用保証協会の損失について補填を行っております次に平成26年度補正予算案についてのご説明になります 一つ目は融資についてです円安が進展する中で原材料をエネルギーコスト高などの影響を受ける事業者に対して資金繰りの支援を行います二つ目は信用保証についてです経営支援と一体となった資金繰り支援を行い経営の安定に支障が生じている中小企業に対し信用保証協会が事業計画の策定を支援します また、複数の保証付きの融資を新たな保証付き融資で借り換えることによって月々の返済負担を軽減する借り替え保証を引き続き推進していきます。さらに自然災害への対策の強化を行い被災事業者に対する補償制度について災害救助法を発令された時点で発動できるようにするなど運用の迅速化を図っておきます。 3つ目は、再生支援の対策についてです中小企業再生支援協議会による事業者への抜本的な再生計画の策定支援の加速化を図ります今後も中小企業庁としては、これらの施策を通じて全国の中小企業・小規模事業者の資金繰り対策について万全を期していきたいと考えております